ッコイキです。どうも、トヨです。今日はなんといつもと雰囲気が違いますよ。なんか赤いっすね、これ。しかもえもう怖すぎて口が回ってないです。そうです、はい、赤でもうバレるよね。今は東京ワンピースタワーにいるんですよ。ナンパ船からの訪問者、よみがえりしミイラの呪いということでね、ワンピースタワーでは3日間、まあイベントが開催されるんですけど、それにちょっとね、潜入しよう。こんな感じでミイラにね、ちょっと襲われかけてるんですよ、僕たち。そうなんですよ、もう、はい、必死に今逃げてます、ミイラたちを封印するべく今から行ってきますんで、はい、はい、行きます。それではレッツゴー。言い忘れたんですけど、この肩にかけてる、ライフタスキって言います、はい、これがミイラに引きちぎられたらアウトです。アウトです。これは絶対必死しないといけない。そうです、守り続けましょう。はい、ミイラ来た、ミイラ来た。高橋さんを人柱にしました。最初のミッション、水質調査、サニーゴン。サニーゴンとこっすね。行ってみます。行きましょう。あー、入った見た？一回死にやりましたね。明日から動画お休みやで。サニーゴンまでたどり着きました。いや、死ぬかと思った。ずっとトヤさん追われてんの。いやマジやばかったっすよ。いや同じミイラのことあっちゃう。あ、やっぱりここでね、お願いします。海賊団さんと海賊同盟結んでるんで、助け合いながらちょっと行きます。さっき捨てていきましたね、僕たち。いや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 、ええ捨ててない、捨ててないよ。たまたま装備見ただけ。ああ、そう見てる。わーとか俺らの前にミイラなすりつけた。もう入って5秒後にはもう怖い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 。君たちにはこの中にある海水、この海水に君たちは配られたであろう紙、特別な紙をつけて水質調査を行ってもらいたい。はい、これもう勇気を出していくしかないですよ。はい、行きましょう。高橋さん、行ってくださいよ、これ。いやいや、行けない作戦、ダメです。今がチャンスです。やばいよ、やばいよ、やばいよ。ちょっと逃げ込みます。ついに、ついに別れる時が、小雪チャンネルが見切りをつけられました。違う、違う、今移動してって言うから。寂しい。行き着く先は同じですから。あ、そうです。ホールで会いましょう。あ、わかりました。また。というわけでね、僕たちは今ね、ブルックのね、はい、ゾーンにやってきてます。行きました。ここの2の投薬ってところに行きます。はい。はい、それでは、レッツゴー。はい、海軍が開発したワクチンで、ミイラの動きを止めることができるかも。そこでみんなには、ワクチン投与をしてきてもらいたい。拘束されているミイラの口の中にワクチンを投与してきてもらいたい。じゃあこのワクチンをね、入れに行きます。東野くんが今代表になったんで、はい、明日の動画から東野くんいなくなるかもしれないです。やばいです。なんとかね、キーワードを見ることができました。出た瞬間からね、ミイラのね、気配がするんですよ、見聞色で。やばいですね。呪いの根源のところまで来ましたよ。ちょっと、いつまでこれつけてんの。お前、オペ終わってたわ、視聴者プレゼント。いらない、ええんわ。誰がいいんだ。特殊なミイラがいるという情報が入っている。もしかしたらそのミイラはこの事態を解決する重要な手がかりになるかもしれない。そこでだ。で、調査をしてきてほしい。いやいや、怖すぎでしょ。どう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 。根源ではない。根源ではなさそうですね。根源ではない。撮りますか。ゴブロレッドホーク。やったってよ、ミイラにそうやって。呪文のチェックを受けていない方は呪文判定所へ行ってください。
どんな感じですか知りました知りました やばい とりあえずね、全部埋めることができたんで今から判定所とか行ってちょっとやってみます。はい、今から何が起こるんでしょうね。何が起こるんでしょうね。はい、終わりました。怖かった。いや、まあ、今も足震えてるもん。いや、間違いないです。もう、はい、悪霊退散グッズ持ってきてよかったです。あ、持ってきてたん。いや、嘘っす。いや、危なかったよね。いや、危ないとこでしたね。ものすごい助け狙ってくるもん。みんな行く人気をつけて。私らまだこれしてますやん。え、もう出たのに。ほんまや。いや、家に帰るまでが遠足やから。あ、そうそう、間違いない。家に帰るまでこれ外したらダメですよ。はい、ダメですよ皆さんね、はい、これ生還の証なんで。めちゃくちゃ楽しかった。いや、これやばいっす、マジで。あんなにハラハラできるの久しぶり。いや、本当になんか大人になってこんなにはしゃげるんだっていう。ミイラも遠慮してなんかさーっとちゃうバーンやで。もうそうほんまにガッツリ来るからね。そう、いつものタワーの雰囲気と違ってめちゃくちゃ怖い。え、そうなんや。もう本当に実はね、僕たちね、あの10個あのキーワードを埋めることができたんですけど、はい、惜しくもね外れちゃったんですよ。そうなんだ。そう、もうほんまにもうショック。もうね、惜しかったんですけどね。そうなんですよ。はい、で一応ね、あの今から行く人にちょっとヒントね。はい、あのね、とにかくね、たくさん行って、早く。そうそう、もうキーワードたくさん探して。そうそう、走っちゃめよ。そうそう、急いで。で、まあ、あれなんですよ、まあ、キーワードもそうなんですけども、メモ結構できるんで、メモしといた方が後で絶対楽です。メモは、ね、たくさんしといた方がいいですよ。はい、はい、じゃあね、この辺で終わりましょうか。はい、はい、じゃあ最後にね、トウヤくんがね、犠牲となってね、ミイラに襲われるところの VTR でお別れしましょう。ではねー、 See you。 動画見てくれてありがとう。ちょっとでもいいなと思ってくれたら高評価、チャンネル登録お願いします。そして躍動感あふれる LINE アット LINE アットの登録、 Twitter もフォローしてください。詳しくは概要欄見てくださいませ。お風呂の前はこやっきーチャンネル。